どうも高木です。恋愛のカーブ、この本の中にストーカーになるのは男性はね9割っていう話があるんですけど、まあただこれもね警察庁が統計で出して9割男性だって言ってるだけで、ただ男性がねストーキングされてる場合はあまり通報するケースが少ないっていう、ただそれだけっていうこともありえるし、もしかしたら本当に女性がばかりがストーカーの被害に遭ってるってこともありえるんですけど、あくまで統計上9割って話で話はしたいんですけど、まあ、そのストーカーのタイプにこんなのいるよっていう話を今からしますね。まあ、第一のタイプがそもそも恋愛のスキルがあまり高くなく、自分の気持ちを伝えることができず、まあ、せめて相手を見ていることや相手のそばにいることで自分の恋愛感情を満足させようとするタイプっていう。このタイプは基本的にターゲットに直接接触することはなく、また持続期間もそれほど長くないため危険性は少ないっていう。で第二ですね、相手の気持ちを推測したり想像することができなかったり苦手対策するために TPO に応じていたアプローチができる直接的でしつこい求愛やアプローチを繰り返すタイプ、断られても断られてもデートに誘い続けたりプレゼントを持ってきたいし、アプローチは直接的で好きだ付き合ってくれとかね、結婚してくれなんてなんかな発言を繰り返すで、はたから見るとこのタイプに つきまとめ被害者っていうのは、まあマリカはモテるからいいじゃんっていう話とかって思われるかもしれないんだけどって、このタイプがあまりにもしつく学校や職場自宅に現れる周りにも迷惑かけるのか、場合によっては退職や引っ越しを余儀なくされたりするっていう。だから問題は別に小さくないっていう、そういう話ですね。でまあ突然逆ギレして暴力行為に来ることもあるから気をつけてっていう話があるんですね。でこの今度第3のタイプってのは恋愛妄想っていうね、完全に脳内補正のかかってる人たちだと思ってください。要するにそのね、今こうストーキングがあってあなた自身に対してなんですけど、その恋愛感情をあなた自身が私に対して持っているって思ってしまっているストーカーが、でだからもう両思いだっていうふうに思っている前提でストーキング行為をしていると思ってください。だからね、私あなたを好きではありませんとかあなたのこと嫌いですって言ったとしても、そのメッセージはそのストーカーの人に対しているれば脳内補正によって修正されてしまって、実は私のことは好きだって思われている、まあ、だからね、いくら断ってもその人自身がいやそんなことはないって考えて脳内補正がかかってしまうっていうことを、まあ、前提に考えておいてください。ああ、意外と面白い本なので読んでみてください。それでは。